住み続けたい街世田谷のためにもっともっと赤もっと岡本信子の実績、選挙広報の音声版、選挙の入場整理券が入った封書に音声コード、視覚障害者の方から世田谷区議会議員選挙の広報が点字版のみで、点字を読めない障害者には候補者の公約等がわからない、また府から郵送される個人宛ての封書の中身がわからず困っているとの声が届きました。そこで改善を提案、選挙広報の音声版と選挙の入場整理券の入った封書に音声コードの添付が実現いたしました。この他にもこのような政策を実現しました。これからももっともっと岡本、もっと知りたい方はウェブで